Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers against our fresh like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mind. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse. お腹合わせにしていただくって、このスタイルでやってもらうとよりよろしいですね。で、慣れると、まあ、人のこう目を見ながら作業ができますよみたいな。そのぐらい余裕が持てちゃうわけ。そうそう、ただやっぱり作んなきゃいけないんで面倒くさい。で、2ユニットに関しては IGT のその概念を超える2口コンロサイズに寸が収まるんです。2ユニットが入るケースにも入っちゃうんですよ、これだと。だから普通のシートケース用意すると、タイミングラック置いちゃったら上にガスはダメですよってルールなんで、ちょっとくれるんですけど、同じ2ユニットサイズっていうこの目方としては、つばなしのケースは余裕があるので、ここまでちゃんと入るんで、で、かつ足も40センチだったら一緒に入れられる。で、その上に1ユニットの板と、あと、バーナー、フラットバーナーとか置いてあげて、1ユニットの板の上はまだ余力があるんで、まあ、あのキッチンツール系のものですね、はい、メッシュケースに入れた状態のものとか、まな板一緒に入れて、これで IG って運べるんですよ。素晴らしい。で、これを入れない代わりに、あのスライドポップですね、あの2ユニットとか、はい、あれをつけることができるんで、そうすると、あの1個でこの姉妹寸で1個のケースで IGT 全部完結できるっていうのはないんですよ。すごい、ここまでより軽量化されてる。 15% ぐらい軽くなってる。ただ、その代償で、あ、いいですね、裏側見るとこう IGT のこの部分の、まあ、厚さが、まあ、肉薄に作られてます。ただ、スライドトップとかを入れるためのこのレールの強度を保持するために、この厚さを変えてないんです、はい、すなわち段差ができちゃうんで、TTA とか、あの後付けのキッチンツールはつけられないですね。切り替えして、全然ストレスないね。同じように、そうかな、ゴシって入れて、ゴシって入れて、めっちゃ簡単じゃん。結構簡単なんですよ。で、特に2ユニットのものって、あの上背がない分、操作性がいいって
バランスも楽なんですよ、安定感があるんで。であと普通に足をこうはめて、うわー素晴らしい。キャンフィールド&スパに、配属になりました。今年の新商品の私のおすすめはこちらです。セレスっていう商品なんですけど、まあ、照明器具になってます。で、まあ、こことここが光るような状態なんですけど、ここの電源ボタンを押してもらうと上がつくようになってます。でもう一回押してもらうと今度下がつくようになってて、さらにもう一回3回目押してもらうと上下がつくような、はい、感じになってます。で光量も結構上は明るいので、まあ、テントにこう照らして間接照明みたいな感じで使っていただくのがいいかなと思います。で下もこのくらい明るくなるので、まあ、吊るしてもらって、はいはい、手元明るく。これ充電式？これ充電式です。後ろに充電ポートがあって、タイプ C ですね。そうですね。あ、タイプ C。はい。はい、これマックスで何時間ぐらい点灯してるんですか？マックスだと、うん、上下つけてると8時間。で上だけだと10時間で、下だけだと20時間。一応ここの蓋を外してもらうと、こうネジみたいになってるんですけど、これが TTA にこう接続できるようにそういうことなんだ、はい、なってるので、そういう風に刺して使うようなこともできます。そういうのがついてるので、ここにかけてもらうとここがこう伸びるんだ、なってるので、まあ、長さが調節して止められるところがあるので、はいはいはい、本日はニュープロダクトショー2024。はい、以上で魅力は伝えられたかと思います。十分です。ありがとうございました。ありがとうございます。カヌマでお待ちしてます。次第のストーリーこのくらいになります。でこの穴に先ほどストーリーの橋が入ってきます。どこでしょうか。はい、次のトンネルがですね、ここなんです。ここに青の印がありますね。そこにまずこう宇宙に入ってBye.
別売りになるんですか。そうですね、蓋のグリドルが別売りで、ガスバーナーはガスバーナー。今2つ売り、ボンカラからに2つ売りを外して2024年新製品は何でしょうか。ズバリ1000円です。 I go home alone。 こちらのコーナーにおきまして、必要な人に欲しくなるまで今ちょうど今ここに商品あるんですけれども、はい、外側でお肉焼いたりとか、うん、お魚焼いたりとかっていうのができる器具になってます。で実際にあの真ん中の網の部分でですね、薪をこう立てて、燃やした薪を立てて魚とかお肉を焼いていただける仕様になってますので、今までのこの焚き火っていうこう、まあ一つのアクティビティにプラスアルファがこう備わったような機器になってますね。はい、これは他の焚き火台とかでも使えるんですか。基本的にはスノーピークの焚き火台、はい、になってます。はい、この四角い部分も一緒についてる。一応この四角い部分も一応セットっていう、あ、セットなの、はい、なってますので、こちら一応ワンセットってます。あ、そうなの。ただし、こちらですね、スキアっていうこの刺すこの棒の部分というか串の部分っていうのが最初こうセットで2つついてきますので、はい、プラス一応4つこう付けられるようになってますので、プラスでこう4つ付けたい場合はもう2つこう貼っていただいて、追加購入できる、はい、形になります。なるほど、はい、金子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。たまに歌うんで、ワイルドワンの中塚です。中塚さん、おすすめは。おすすめは僕の個人的なのはホールディングシェルライトバンブー。
ともとあったホールディングシェルっていう商品がライトバンブーっていう素材になってかなり軽くなります。軽くなったので持ち運びがかなりしやすくなったので、まあ、やっぱり今までより使う場面は多くなるから。ホールディングシェルフっていうアイテムがやっぱり物置にもなったりベンチにもなったり使い方としてはいろんな使い方があるので、あの1台持っておられるといろんな場面で使ってもらえることができるので、個人的にはかなりおすすめのアイテムです。長さは3ユニットのレギュラーサイズと4ユニットのロングサイズがあるので、IGT をお持ちでしたらそれの長さと合わせて組み合わせてもらえるとかなり使い勝手上がるんじゃないかなと思います。よかったらぜひ見てください。ありがとうございます。こっち側を内側に入れて、はい、で上にこれの最初の向きが重要で、まずはこの縦向きの方に2つを入れて、これをあとですね